こちら、本殿前傾寺。こちらも大社造りを基本としていますけど、まあ、根腐れ防止のためか下の方はコンクリートで固めてますね。うん、大社造りとはちょっと違う、屋根の方はちょっと違う形ですね。これは根腐れ防止ですね。やっぱりもうこう建て替えることがね、不可能に近いんでね、こういうものは。伊勢神宮とか出雲大社は建て替えられますけど、地域の神社とかも建て替えが結構、ね、不可能なぐらいお金かかるっていう来るものなので、いつまでも残ってほしいですね。うん。